人多いな。いや、やべえな、車止めれんくね。いや、レマンやば。でもこんだけ愛されてきたっていうのが分かりますね、うん、平日のスーパーですよこれ。あー、フード裏だった。若くね。若いし。カツアゲスポット、カツアゲスポットあっちです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はショッピングセンター泉へご来店くださいまして、誠にありがとうございます。ベニカイ、カザギウイドの前通路に、ベネジンで終わりに来た。お時間は7の時間から20分間。セロリン君がもうお休みしてます。ここか、はい、カツアゲスポットです。靴下の中に1000円入れたりしましたね、みんな。みんな小学生なんで、長い靴下入ってたんですよ。わあ。社長いいですよ。行っちゃってください。はい。確率機の割にはちゃんとハズレが多いところ効果は持てるけど、ね。俺目隠しで取りますよ。おお。おお。ハズレ。そうそう、何かしらの爪痕を残します。おお、え、いくゲットしました。イエーイ。見てもな、あんま白黒やから。ほんとや、色が全部飛んだ。平日ですよ、平日の昼。あ、いいですか、ありがとうございます。すいません。大好き、レマン。いや、いいっすなですね。いや、残したいよね、やっぱこういうのね。雪の鈴がリンリンリン、不思議な冒険。ちょっと根性。バイキンはバイキンの音が流れるんですね。あれ？うぜぇ。楽しい。いやー、楽しかった。人来すぎだろ。いや、多いね。すごい多い。絶対仕事休んできてるやついるぜ。さあ、綺麗な形で笑しましょう。お母さん世代の方たちが子供の頃遊んで、やめ、もうダメ、こういうのダメなんで。3世代お世話になりましたね。ちげえ、ひいばあちゃんもや、4世代。わあ、すごいな。泣けなくて。あそこゲームセンター3つあるからさ。終わったらあそこも行きてえなと思って。いや。500円入れた方がいいか。意外と早く取れそうしてよ。うまくいけば300円ぐらいかな。持ち上がらないでしょうから。ちょこちょこ動かしていく。おお、パワー上がってんじゃん、こん前より。これ左かと思いきや、斜めになってるんだよ、アームが。なるほど。限界まで右の爪で。これで後ろ行ったらめっちゃ笑いますよ。懸念。おお、よしよしよし。やばい。今何時ですか。今は40、いや50何分です。あ、3時です。え、じゃあラストラストプレイ。本当のサスラストプレイですね。で、おー、取れろ。でももらったの。取れろ。ネッカイさん、最後に、はい、あ、行き過ぎた、ごめん。いや、いいと思う。お、それが弾け。ペイ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 。よかった。ギリ3時、最後に5トンを聞けたのは我々でしたね。3時いやー、レマンで最後の景品取ったの俺がでした。いやー、すごいね。よし、これとあと思い出にこれも持って帰っちゃおうかな。成長。ありがとうございます。
ます。ありがとうございます。それからもうお疲れ様でした。じゃあまあ疲れてました。ありがとうございます。ありがとうございます。バレてた、余裕でバレてた。あ、僕だけです。大江戸中は大江戸中学校最初先輩はね、悪かったのは、あ、先輩悪かったかもですね。歴史大江戸中だけで出入り禁止。え、大江戸中出入り禁止だったんですか、一時期。闇が深い。闇が深い。毎日来てましたよ。毎日。まあ、お店側からしたらね。ここでパチンコ覚えました。必殺仕事人やってました。ここで小5ぐらいで。そうだよ。もう全部じゃあ売り払っちゃう感じなんですか。もう閉店したので。お客さんでしたね。2階紳士服売り場スーツコーナーへとお立ち寄りくださいませ。すいません、ありがとうございます。本日はお待ちいただきます。レマンショッピングセンター泉谷宮崎店にご来店いただきまして、レマン自体に思い入れはないんですけど、でもさっきね話してた方ともっかいが話してるの見てたらね、いやすごい思いが深い詰まった場所だったんだなと思って、話聞いてたけども泣きそうになりました。守っていきたいですね。うん、お前は締め方が分かんないな、いつもバイバイ、パタイ。いや今日はね、ちょっとやばいから、次は長崎。はい、はい、じゃあ進む。ほとんどもうないっすね、いろいろ結構ガラガラっす、なのにもう満車、どこも。この前の動画では言ってなかったんですけど、はい、地元の友達がやっぱインスタのストーリーとかめっちゃ上げてるんですよ、はい、最後来たって、うんうん、よくよく考えたら鬼ごっこめっちゃしてました、ここで、ね、ここめっちゃ鬼ごっこ最適っすちょうどいい広さ。AKB の人に怒られた。あ、怒られますね。7割引きですよ、2500円の7割引き。計算ができない人。お久しぶりです。この2人がいやすごいよね。あ、ごめんなさい、消してくださいね、声。パワーパワーパワー、頑張ってね、登録したからちゃん。俺らの唯一の共通の知り合いっす。さて、検証です。チャンネルさんでね、番の閉店も来たんで。あ、そうなんですか。そう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 、そうだよな。よしよしよし、オッケー、花丸。これでも悔いないですね、はい、これ、面白い、すごいのがある。レマン閉店マジで反対して泣きそう、本当にです。必ず僕が再建します。本当に悲しいです、嫌です、鬱になります。あそこの貸し店舗って書いてあるところ、駄菓子屋あって、ここでみんな溜まってました。ここっすね、のんき亭ってとこっす。うわ、うまそう。うまっ、うまいね、うまい。こうなってんだ。はい、とレーズンとめっちゃマッチングしてるんですよ。もううまっ。いやもうこれは美味しいです。うまい。時刻は5時50分を回りました、はい、あと10分で閉店となります、はい、ではそれでは早速乗り込んでいきたいと思います。アメゾンを持ちましてレマンショッピングセンターは終わってしまいますが、レマンという存在を皆様の思い出の一部に残していただければ幸いに存じます。本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。もう、見えて
の時間をもってしてもなお本当に長い間どうもありがとうございました。レバンバザン泉谷エバザン宮崎エバザン6時閉店でしょ。はい、6時閉店が何分？6時何分ですか。今は20分ですね。6時20分さっき店長さんの挨拶があってね、今から本番ぐらいの勢いで入ってた閉店って言ってんのにお前ら入るな。宮崎出身、鹿児島で YouTuber やってるもっかいチャンネルです。現在、新型コロナウイルスの影響で日本のゲームセンターが壊滅的な状況にあります。次々に閉店する店舗を食い止めるために我々ができることを考えてみました。今の状況、我々も立場上ゲーセン行けだとかゲーセン行くなとかそういったことは言えません。しかし自粛ムードの中、ゲーセン欲が溜まっている方に対して少しでも動画をアップすることで行った気分を疑似体験できるかなと考えたりしています。実際我々も2ヶ月以上撮影に行けてませんが、6月分くらいまではストックがあるのでそれを使いつつ、ここは閉店後に撮影するなど細心の注意を払いつつ活動していけたらなと思います。九州だけでなく全国を回ってゲーセンの店舗紹介を案件費無料でやりたいなと考えています。 YouTube を使っての宣伝は特に効果的で、客足、売上の増加、アミューズメント業界全体の活性化が図れると思うので、こちらを行っていきたいと思います。これまでの実績も多くありますので、全国のゲームセンターさんは動画の概要欄にあるメールアドレスから遠慮なく我々に連絡を送ってください。今回の動画で賛否両論たくさんの意見があると思います。しかしゲームセンターも生き残りをかけて必死ですし、この業界がなくなったら皆さん悲しいと思います。我々も今後どう動いていけばいいかいろいろ考えていく参考にしたいと思いますので、コメント欄にて皆さんのご意見をお聞かせください。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。